こんにちは。今日の講義は書籍気持ちの言葉絵本伝える力が身につく大型本です。この本は子どもたちが日常生活で感じる様々な感情を豊かな語彙とともに表現する力を養うための絵本です。著者は感情を7つのジャンルに分け、それぞれの感情に対応する言葉を154種類も紹介しています。このアプローチにより子どもたちはやばい、すごい、かわいいといった単調な表現に頼ることなく、自分の気持ちをより正確に、そして豊かに表現できるようになります。この本の特徴の一つは感情のバリエーションの豊富さです。嬉しい、楽しいの感情には喜ぶ、浮かれる、ご機嫌、胸が高鳴るといった言葉が使われています。これにより子どもたちは単に嬉しいと感じるだけでなく、その感情の微妙な違いを言葉で表現する力を養うことができます。同様に悲しい、怒るの感情にもがっかりする、落ち込む、イライラ、打ちひしがれるといった言葉が含まれており、感情の幅広さを理解する助けになります。さらに好き、嫌いの感情には気に入る、不愉快、ときめく、愛くるしいといった言葉が紹介され、子どもたちは感情を言葉で表現する楽しさを学びます。これにより彼らは自分の感情を他人に伝える力を養い、コミュニケーション力を高めることができます。本書は日常生活のさまざまな場面を取り上げ、家庭、学校、公園など子どもたちが親しみやすい環境での出来事や状況を描いています。これにより子どもたちは自分の経験に基づいて感情と言葉の結びつきを学ぶことができます。また各感情や状況に対して適切な言葉遣いや表現方法が示されており、子どもたちは具体的な例を通じて学ぶことができます。視覚的な理解を助けるために本書は分かりやすいイラストを使用しています。イラストは感情や状況を視覚的に示すことで子どもたちの理解を深めます。さらに各シーンには簡単な解説がついており、子どもたちの理解を助けるとともに、親や教育者が子どもたちと一緒に読みながら感情について話し合えるような構成になっています。この絵本は一つの連続したストーリーを追うのではなく、さまざまな感情や状況を個別に取り上げ、それぞれについて適切な表現方法を学べるように設計されています。これにより子どもたちは日常生活で遭遇する可能性のある多様な感情や場面を網羅し、それぞれの状況で自分の気持ちを適切に表現する方法を学ぶことができます。気持ちの言葉絵本は子どもたちの語彙力、表現力、コミュニケーション力、思考力を伸ばすための素晴らしいリソースとなることでしょう。この絵本、気持ちの言葉絵本は子どもたちの言葉の選び方や表現力を向上させるだけでなく、彼らの感情の理解力も深めます。例えば日常生活で感じる様々な感情に対して具体的な言葉やフレーズが提供されています。これにより子どもたちは自分の気持ちをより具体的に説明できるようになり、周囲の人とのコミュニケーションがより円滑になるでしょう。またこの本は視覚的な学習を促進する役割も果たします。豊かなイラストが感情や状況を視覚的に示し、子どもたちが言葉だけでなく非言語的な情報も通じて感情を理解する手助けをします。これにより言葉だけでは表現しきれない微妙な感情やニュアンスも理解できるようになります。さらにこの絵本は教育的な価値も高く評価されています。感情の認識と表現は個人の成長において重要な役割を果たします。子どもたちは自己理解を深め、他者との関係を築く上での基盤を築くことができます。また親や教育者との対話を通じて子どもたちは感情をオープンに話し合う練習をする機会も得られます。この絵本は単なる言葉の羅列ではなく、豊かな感情の世界を探求するための道具として設計されています。子どもたちは日々の生活で感じる様々な感情に対して適切な言葉を見つけ、自分の気持ちを正確に表現することができるようになります。これにより彼らの心の豊かさやコミュニケーション能力が育まれ、社会的なスキルの向上にも寄与するでしょう。総括すると、気持ちの言葉絵本は子どもたちの言葉の力を強化し、感情の理解を深め、教育的な成長を促進する貴重な教材です。日常生活での感情の扱い方を学び、
他者との関係を築く上での基盤を築く手助けをします。このように本書は子どもたちが健やかに成長し、自分自身と他者とのコミュニケーションをより良くするための重要な役割を果たすでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら現代社会では健康的な生活を送ることが幸福感や生産性に直結するからです。心身の健康が整っていなければ学びも楽しむことも難しいでしょう。特に健康管理において適切な食事や運動は不可欠です。その点でライズアップ結果にコミットプライベートジムは特に注目に値する存在です。このプライベートジムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、個々のニーズに応じたトレーニングプログラムを作成します。これにより従来のジム通いが苦手だった人でも自分に合った方法で健康的にトレーニングを続けることができるのです。またライズアップの特徴として食生活やメンタルのマネージメントも含まれています。トレーナーとの相談を通じて食事の見直しやメンタル面でのサポートを受けることができます。これにより体だけでなく心の健康も維持し、トータルな健康管理を行うことが可能です。さらにライズアップは30日間無条件全額返金保証を提供しており、クライアントが満足するまで安心してサービスを受けることができます。1日50分、週に2回という無理のないトレーニングスケジュールも忙しい現代人にとっては非常に魅力的です。そして完全個室のプライベートな空間で行われるトレーニングはプライバシーを重視する人にとっても心地よい環境となっています。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめ。トレーナーが作るあなた専用のプログラム、無理な食事制限なし、食べられるダイエット、健康的に痩せ理想の体を手に入れられる、リバウンドしにくい体づくり、30日間無条件全額返金保証、これらの特徴がライズアップの人気の秘密です。テレビ CM 結果にコミットするで話題のこのパーソナルトレーニングジムは、ダイエットだけでなく健康管理にも特化したニーズに応えるサービスとして多くの支持を集めています。興味がある方は概要欄のリンク先から詳細な情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。